はい、後藤輝樹です。今回はですね、所作、美しい所作についてお話ししたいと思います。この話は初めてするかもしれないです。でもずっと僕は思ってるっていうか、言ってないだけで、なんでかっていうと、昨日眉毛の話しましたけど、眉毛とか見た目のことなんで、早めに出るっていうか、早い段階で、眉毛じゃない、鼻毛の話。鼻毛とかはもう見た目ですぐダイレクトだから、鼻毛の話に行きますけど、所作って結構後じゃないですか。いろんなものが見た目のこと、いろんなことが解決した後、解決というか、向上した後、言い方難しいですけど、いろんなものがまあクリアされてったら、その後に、所作が、そういう身のこなしというか振る舞いとかが、いくわけで、そこまで到達することってなかなかないんですよね。はい。だからあんまり僕は言ってなかったんですけど、だから初めて言うかもしれないです。なかなかそこまでいかないというか、だから初めて言うんですけど、僕結構所作を大事にしてて、まあ日本人だからっていうのもあるのかもしれないですけど、別に日本舞踊とか別に習ったことないんですけども、感覚で言ったら日本舞踊的な、僕ちょっとわからないですけど、日本舞踊わからないですけど、僕の自然に、僕が今まで人生経験上生きてきた中で、やっぱ所作、振る舞い、仕草ってすごい大事にしてるんですね。だからたまに僕なんか品があるみたいな、気品があるみたいなこと言われるんですけど、多分そういう意識をいつもしてるから、そういう振る舞い、身のこなしに感じるのかもしれないです。ちょっとわからないですけども、だから自分で、あ、虫がいる、ちょっとストップ。虫よくいるんです。はい、クモさんでした。正直ね、このお部屋はクモさんがもう10匹ぐらいいる、少なくとも多分いるんで、まあ、10匹いるかいないかぐらい、なんか結構たくさんいらっしゃるんで、なんか光が変なっちゃったな。あ、いや、これだとどうなんだ、こっちの方がいいか。まあ、いいや、それちょっと見えなくなっちゃったな。はい、見えなくなっちゃってるというのは、ここなんかこの今光つけると、このなんか丸くなっちゃうんだよ。このなんかでこっち白くなって、こっちから映像が見えなくなっちゃうんでっていう意味です。はい。で、所作を大事にしてて、何の話してたか忘れちゃったんですけど、所作を大事にしてるっていう話で、美しい所作、はい、だからこれは、はい、だから品があるとか言われることあるんですけど、そういうところから来てるのかもしれないです、もしかしたら。はい、で、僕はまだ男ですけども、男だからまだちょっと雑にしてもいいかもっていうか、許されるところあるかもしれないんですけれど、やっぱ女性がやっぱ大事なんですね。女性ってやっぱ僕結構そういうとこ見ちゃうんですよ。なので女性こそ、特に大和のなでしこ、日本女性こそ、そういった所作、機微、美しさみたいなのを持ってほしいなと思ってるんで、じゃあ、でもそれってなかなかね、一朝一夕じゃないと思うんですよ。一喜一憂とかじゃない、一朝一夕じゃないと思うんですよ。結構時間を経て体に馴染ませていくものなので、日々、そういう風にしていかないといけないと思うんですね。今日明日でできるようなものじゃないと思うので、ただ、じゃあどういうところ注意した方がいいかっていうのをポイントで言っていくと、まあ、簡単に言うと、やっぱこう、背筋伸ばした方がいいですね。僕もちょっと背筋猫背になってて、そこはちょっとあれなんですけども、背筋伸ばして、やっぱこう丹田に力入れて、まあ、いるって、まあ、これはもう、まあ、基本スタンスとか、まあ、当たり前かもしれないですけど、まあ、そういう状態、ちょっと肩下げてっていうなんですけど、まあ、こんなのは当たり前なんですが、よく現れるのがここなんです。ここがポイントで、よく物を拾うときにこうやって拾う人いるんですよ。こういうちょっとガニ股っぽくなって、わかります？こういう感じで、こういう、でもゴミ拾いとかでも結構あるんですけど、やっぱなんですか、こういうのとか、なんかで、僕は基本的に両足をこう揃えるっていうか、まあ、ちょっと疲れてて揃えないられない時もあると思うんですけど、なるべくこう揃えてこう拾うとか、
こうやってこういう風にこうくっつけてこうやって拾うとか、こういう人いるんで、こうガニ股みたいな感じで、こんだ女性としてはやっぱりこう膝をくっつけるみたいな、はい、でこう、うん、だから何かあった時にやっぱ僕結構ねっていうか、小さい頃正座させられてたんで、正座させられてたっていうか言い方悪いですけど、正座して勉強するというか、正座、お父さん戦前生まれだから正座がやっぱ基本なのか分かんないですけど、正座っていう所作が身についてるのか、あと習字とかも字汚いですけど習ってたんで、うん、だから習字よりもやっぱ家庭でやっぱ正座すること多かったんで、あとそろばんとかも習ってて、そろばんでも正座だったし、うん、まあそろばん、そうですね、だからやっぱそういうのがあるんで、やっぱこういうなんかこういう動作が自然に身についてるというか、これ日本人的なこういう、うん、なんかこういうのってやっぱ大切だと思うんですよ、はい、なのでこういうのやっぱ身につけてほしいなって僕は思います。所作、まあ一つとして、うん、だからなんか何かするときに冷蔵庫とか中見るとか、そういうのでもなんだこれって、まあ男だったらいいよ、こんなんでこうやって上げてもいいけど、開けるときにこう開けて、こうじゃなくて開けてちょっとこう膝を合わせてこう膝ついてこうやって見てみたいな感じ、イメージ的に、まあいつもこうじゃなくてもいいけど、イメージ的に基本イメージ、俺もね完璧にできてるわけじゃないし、至らぬところはあると思うんですけれども、そういうイメージ、所作、振る舞い、それを結構僕は大事にしてるんで、そういうところから多分美しさみたいなもの、美っていうのがこう内側から出てくると思うので、はい、うん、あとまあ表情もそうですけど、表情も含めて、まあ、そこまで言っていくともう大変なことになるんで、はい、まあ、そんな感じですかね。ちょっと一旦ストップします。ね、あとはこう、まあ、丹田に力入れるもそうですけど、あとお尻をこうキュッとこう締めるっていうか、肛門というかを締める感じでいると、引き締まりやすいかもしれないです。所作というか、お尻をパカって開くのもおかしいですけど、表現がこう開いてこうやるとかこんな感じよりかは、お尻をキュッと締めてこういうような、はい、感じで、はい、一つ一つの動作をこうなんていうんですかね、丁寧に、していく、丁寧に一つ一つの動作をして、うん、こう流麗に、丁寧に流麗に、はい、やっていく。もう適当にファ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 やるんじゃなくて、ファ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 くねくねなんかこうわあみたいなんじゃなくて、こう動作を大切にしていく。あと武道もちょっとやってたんで、合気道とかもこういうなんかとかもなんかそういう所作とか型とかあったりとかもします。そういうのももしかしたらあるかもしれないですし、まあ武道とかも正座するじゃないですか、正座とか、あとお茶とかやったことないですけど、お茶とかもこうその一つ一つの動作を大切にこう静かにこうなんか、うん、丁寧にこう接していくみたいな、この日本のわびさび的な、そういうのをやっぱ僕見ちゃうというか、まあ、日本人だからかなんか分からないですけれども、はい、そういうのをやっぱ僕大切にしてるんで、美しい所作、まあ、美容、健康とかね、美容とかもその辺僕はねつながってくると思うんですよね、うん、まあ座禅とかね、禅とかも所作大切だと思うんですね。そういう一つ一つの動作っていうのを大切にするって、僕はなんかいいと思うんですね。呼吸もそうですし、まあ、座禅を組んでね、こう耳を澄ましてたりすると、
いろんなこう静寂の中にもいろんな音というか情報が入ってきて、呼吸する音、息吐いて吸ってとか、そういった一つ一つの動作を感じていく。そうすると細かい人間、いい意味で細やかな人間になっていくと思うんですね。いろんなその敏感なことも感じていくことができるというか、なんか大味じゃないというか、そういった、人の方が僕は好きかなっていうか、いいかなって僕は自身持ってるんで、そういう人間であろうと、日々精進させていただいてる感じです。はい。なので、まあ僕ね、美容とか、ね、そんなうるさい方じゃないですけど、美容とかをもし意識する、美しさを意識するっていうのは場合、なんか外国のね、海外の人がこうだとか、韓流のなんたらがこうだとか、韓国でこれが流行ってるとか、美容整形でどうだとか、こういう化粧水がどうだとか、こういうお化粧がっていうのも、それも一つのテクニックとして大切だとは思うんですけれども、まず精神内側からその綺麗にしていく、その所作、美しさ、振る舞い、その日本人的な美しさをやっぱり大和なでしこの皆様には、まあ男もそうですけど、僕男なんで男もそうですし、そういったもの、節度、振る舞い、礼儀、そういったもの全てをこう体の中に落とし込んで、そういった意味で美容、美しさを養ってほしいなと思っています。この日本人として、日本人の美しさっていうものがあるので、心の美しさ、この体の美しさ、振る舞いの美しさ、所作の美しさっていうのは、この日本の文化伝統ならではのものだと僕は本当に思ってるので、僕どっかで習ったわけじゃないですよ。僕自己流で降りてきて言ってる、降りてきて実践してるだけなので、はい、僕ももっとね、精進しなきゃいけない、立場でありますけれども、はい、美容って言ったら、どこどこみたいな感じの前に、まず己をきれいにしていく、振る舞いをきれいにしていく、所作を美しくしていく、きれいにしていくっていうのも、考えていただけたらなと思っております。こう日本人として、和の心として、そういう節度、振る舞いがやっぱラブ&ピースにもつながっていくと思うんですね。この和っていうのは和むっていうことなんで、平和の和、調和の和っていうことなので、その和っていうのはこの自分の振る舞い、所作を通してこの空間にうまくなじませる、和ませるってことだと思うんですね。さっきの撮るとかでも、なんか雑にこうやって雑にこうやって撮って、雑にこうやって撮るよりも、ゴミ拾いでなんかこうやって、ね、雑に撮るよりも、こう周囲を気にしながらとか、周囲を気にしながら美しく見えるような動作でこう拾っていく、そういう一つ一つ、僕はだからゴミ拾いするときにそういうのを気にしながら、所作も気にしながら撮っていく、そういう日々何でも自己鍛錬、自己訓練なんですよ。だから日常生活でもそういったものも含めて、皆さんも精進していただけたらと思っております。はい。だからそれはゴミ拾いじゃなくても、仕事とかでもそうですよね。仕事とかで例えば襖を開けるとかも、バシャンって開ける襖ありますけど、襖バシャンって開けるんではなくて、こうやって開けるみたいな、あるじゃないですか。扉を開けるとかも、こうガチャンって開けるよりかは、こうやって、丁寧に、なんか両手を使うのか、こうどうぞみたいな、エレベーターボタンを押すとかも、その押し方一つにも、あ、美しさ、優しさがにじみ出てくるものなんですよ、僕はそう思ってます。だからそれは声のかけ方とか、こんにちはとか、おはようございますとか、その何て言うんですか、それをなじませるんですね、和ませるんですね。それが平和の和、調和の和だと思うんですよ。だからそれが、例えばだからその TPO に合わせた、振る舞いがあるんですよ。 TPO に合わせた、ちょっと熱くなってきたんで、ちょっとエアコン、すいません、エアコンついてたんですけど、ちょっとエアコン温度下げました。だから例えば大声でおはようございますって言った方がいい場と、小さな声で、あ、おはようございますって言った方がいい場あるじゃないですか、その状況によって。なので、もしくはその、なんか
例えばメイド喫茶で、いらっしゃいませみたいな、いらっしゃいませご主人様っていうのと、なんか八百屋さんでいらっしゃいませ、いらっしゃいっていうのと、なんか普通のお店でいらっしゃいませっていうのは全然違うじゃないですか。だからその場の状況に合わせた声、振る舞い、動作ってあるんですよ。まあ当然のことですけども。なので、自分が一通りの一つの選択しかできないんじゃなくて、その場に合わせたいろんな振る舞い、選択ができるようにした方がいいと思うんですね。それがその平和の輪、調和の輪、ラブ&ピースにつながってくると思うんですね。私はもうこれしかできません。体育会系のいらっしゃいませみたいなしかできなかったら、ちょっと近所迷惑になっちゃったりとかするかもしれないじゃないですか。例えばその声しかできなかったら、だからいらっしゃいませっていう時もあれば、あ、いらっしゃいませっていう時もあれば、おはようございますっていう時もあれば、あ、おはようございますとか、でそのだからその状況に応じて、人に応じて、場合に応じて、いろいろね、できる方がいいかなと思います。いや、後藤輝樹お前が何言ってんだっていう話かもしれないですけど、僕はできるけども、あえてそういうことを、ね、そういう場ではそういうことをしてるだけなんで、普段は、黒子に徹するってほどではないですけれども、普段は粛々と、静かに平和に、皆様のなるべく視界を汚さないように、僕のね、見た目ね、ちょっと言おうかもしれないですけど、それはね、本当申し訳ないんですけれども、そういう風に、過ごさせていただいているっていう感じではあります。だから皆様も、そういう日常生活において、自分の生き方、生き様をどうやって他の人、他の場と、その空間と合わせていけるかを考えて生きてほしいなと、生活してほしいなって、それが本当に世界平和に、世界の平和につながっていくと思うんですね。世界を和ませる、馴染ませる、調和していく、もうごちゃごちゃこうガチガチにこういびつなものを平らにしていく、和やかにしていくが平和じゃないですか。もうトゲトゲしたもの、ザラザラしたものを和ませて、なるべく平らなもの、これ僕が今ちょっと降りてきたから言ってるだけで、それ語源が正しいかどうか分かんないですけども、平和にしていく、なだらかにしていくことが平和なので、その状況に合った美しい、行動、言動、動作を、できるような人間であってほしいなと、私は思っております。テルキ塾、テルキ教としては、そんな感じでございます。ということでね、何かの参考になれば幸いです。今日もね、ラブ&スマイルで、一日をね、過ごしていただけたらと思います。ということで皆様、いつもありがとうございます。感謝しています。愛してます。